にちは。ギリギリセーフ間に合った。よいしょ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お、よかった、人いた。無音でやる画面になるかと思った。おつです。お疲れ様です。スタンド的なんもないやん。あ、そうか、全部にヘリコプター入ってるんか。なるほどね。今日ドラフトをしていきたいと思います。イエーイ。枠はアトランティス。アトランティスは今日はしません。どこドラフト楽しみ。楽しみ。ありがとうございます。どれ、実はコメント全部有事。いやいや大丈夫です。ちゃんと一人は混じってるかもしれないですけど大丈夫です。え、この放送ってファミコンミニ放送じゃないんですか。マジック放送、マジック放送、デッキとしたマジック放送。僕はもうマジックの化身みたいなとこあるからね。ファミコンミニではないよ。もうちょっとしたらあと2分ぐらいしたらピクショーかな。それまでなんかマジックのガードロックマンの鬼神確かに私の下の名前はユージ続き、突っ張り大相撲。突っ張り大相撲ね。はよカービィして。カービィ何なんも、今日はロビーさんとハレルヤとの遺恨試合やらないんです。たけひろくん、こんばんは。こんばんは。今日はね、ローリーさん来てないです。ローリーさん今頃家でスタンダードしてると思います。スタンダード、イーザーリポート。プッシュは40チケで買って4枚プッシュ早じチケで買ってか。これなんかコメントが感じマジ。浜にき、はいはい、浜にきはもう俺のことじゃなさそうやけど。19.6 とかなってる。さっき打った時17ぐらいだったのに。なんてやつや。ハレルヤもビグスみたいなの作るんだね。ね、株組織みたいな。安っ、これ買おう。2.38。うん、またパクられたの。モダンで巡航するドームくんも。いやいやいや、いらんし、うん、これはこれ 2.5 チケ。カーリちゃん使えそう。 2.5 チケか。で1枚買っとくか。はい、カーリちゃん。カーリちゃんどうでしょう。カーリでも結構強かったですよ。友人も晴れの株組織に所属してほしい。どのプロスが株組織落ちするの JSP。 いや、それはどうでしょう。お買い物中。新マレアはキランゴ24チケ、はあ、却下。あとはいらんな。プッシュプッシュ。あれ今あったのに、どっか行った。友人を晴れぐすに送り込もう。プッシュキランタケ。プッシュ 11.68。 とんでもないな。 11.68 やで。プッシュ怖っ。4枚で45チケ。まあ庶民はまあ3チケぐらいのお買い物で。緑白のアンコモンとかどうですか別に使う予定もないのに今時間潰しに買っただけやから。プッシュお前ほんまにあんこか。なっ、よし、じゃあ引こう。そうそう、始めようかな。これか、コンペティ…え、2つある。スイスシールド…まあ、コン…ケピックおじさんになろう。あ、あ、あれあるやん、シングルマッチドラフトあるやん実装されたんやん。え、なんか一本勝負でしょこれ。確か一本勝負極めたろうかな。マジックじゃないけどね、もはや。おい、いくらかかんの。
十二地形。シングルマッチを5回くらいやろう。わら。こっち15地形やん。さすがにトラストしようかな。割と見てみたい感じはある。なんかシングルマッチちょっと気になるよね。シングルマッチしようか。シングルマッチちょっとなんか気になる。なんか持ち時間10分でサクサクやるやつでしょ。気になるよね。ちょっとそれだけ。どうせさ、あのドラフトもリーグやからさ、どうせ他のタクト当たるんやったら、まあマジックじゃないけど、シングルマッチは。でもせっかくやし、せっかくやしやってもいいけどね。1回だけだから、回転早いからピックいっぱい見れて放送向きでは。一回やってみようか。せっかくやしね。こうやってあれ ?7 勝するか、4敗するまでに何勝したら、ん?4敗するまでに何勝したかによって景品が変わるよね、多分。だ6勝4敗とかが最大 ?7-3 とか6-4が最大か。さっき7勝しても終わりやんね。確か。よくわからへんけど。とりあえずやってみるか。やろう。誰も、なんとかストーン。ちょっと待って、当たるかな ?300 人。7かできればゴールかな。ブチギレアグロしよう。ドラフトでさ、当然サイドボードも意味ないよね。ディッチャとかメインに入れとくってことだよね。新イベントに率先して取り組む配信者の鏡。お、褒められたぞ。ただ、303人しかアクティブいってないけど、行ってみるか、とりあえず。アクティブ303やけどさ、あ、でも6人おるわ。これ対戦当たるんかな?乗り込めー。いけにえだー。ピックのするのに待つよね、これ。まずメインだけか。メインだけですね。メインだけ一本勝負で持ち時間12分で7勝するか4敗したら終わりのシングルイリミネーションじゃないな、シングルマッチですね。一本勝負。カット意味ない。アリーナかな。カット意味ないです。カットは全く意味ないですね。いや、ただこの少ない人数だと多分同卓で当たるんで、今 ここで終わらそうと思ったら、ここで9本じゃあ最大10本って全部やっても120分2時間放送時間に収まる。アリーナやん、わら。多分305人とかしかいないんやったら当たっちゃうんで、どうやってもとは取得に越したことはなさそう。はようファミコンしようや。何しに来たんや、ファミコン目的の人は。ファミコンなんかしたことないよ、放送で。マジック一筋よ。1戦目は同卓十分あるよね。1戦目全然時間的にそうですね。全然上下と当たっても全然。取るもんないならカットするくらいか。そうですね、まあ積極的な、下が誰かも多分分かんないんで、積極的なカットはいらないと思います。おそらく高いレアはピクという名のカットはある。そうですね、まあプッシュ、初手プッシュは全然ありえるですね、今のを見る限り。配信者としてどうやねんと思うかもしれないですけど、回転率はいいからドラフトの練習には良さそう。いや、カットが多分普通のやつ、普通の感じでやるとカットとかほとんどないんで、強調ドラフトしかないんで、練習には多分ならないですね。 RPTQ のトップ8ドラフトの練習にはなると思います。あれもカットないんで。よっぽど下茶が嫌いとかやったらあるけど、下のやつだけは絶対にプロ PTQ 硬さみたいなのがあるやったらカットあるけど。黒い話で草。そんな黒い話ってわけでもなんか減ってるし、さっき7人おったやん。これいける、これほんまにこれあれ回転率いい。もう早速沼にハマってる。だったら絞るんです。黒浜氏、僕の話、僕カットせんかったよ。お前怪しくなってきた。
ファミコンミニやってましょう。いや、あと一人なんでね。ロリさん、グラディウスうまかったね。俺はこんなもんじゃないって言ってたけど。軽快なトークでつないで。僕とは全然違った。軽快なトーク。お、始まった。ついに、ついに来ました。ヤヘンニの講義。ヤヘンニではないです。バラルの講義。ファミコンマジでやったんか。ファミコンも2周ぐらいやりましたよ。さすがにスネークちゃう？馬技。初手突よ。蛇。講義じゃね。普通に行くなら講義ですね。ですが、一応ね。硬化したウロゴくんやん。馬技ちゃう？講義打ったら勝ちそう。プッシュ受けで蛇。一応見とかんとね。爪打つなら蛇でもいいがな。1.7。バイング、バイング2。ワコです。バイング2とバイング 0.84 で俺はバイング 0.84 を取るのか？どうだ？これ2チケで売れるけど。チケならまあ匠技か。これ1チケ、これ2チケ。チケ。チケ行こう。遅っ。チケやったら初手2手目とアバンやったね。リングにしとこう。リングか。まあ、リングでしょ。除去エンチャ、まあ、リングですね。このリングも弱いね。構築やとプレンズウォーカー触られへんのかいってなるからね。期待か。アーティファクトかクリーチャー。早速暇。リング返して。早速暇。強調とは。とりあえず青しと押しておきましょうか。否認はない。否認は早い。あんこ明治かな。まあ明治しかいないですよね。緑4マナじゃね。これこっちかと思った。いや、緑は触りたくないな。今のところ緑黒は触りたくないんで、青白赤の3種類で絞りたいですね。どうですか、復活しましたか。あ、大丈夫ですか。多分、うん、いいです。イエーイ。おかえり、聞こえた。オッケー。イエーイ。期待じゃね。期待っすか。ハマチさんのイケボ聞けて幸せ。聞こえちゃった。これ強いかな。期待ゼロやけど。っていうかね、ピックが飛んじゃったんで、耳がはらむ。正直が飛んだんで、正直自分が何を取ってるかと。確かに取ってみよう。でもさすがに除去かな。おかえりなさい。ただいま、帰ってきました。さっき、ま、マイクが入ってなかったというより、何やろ、マイクは入ってたんですけど、なんか同期してなかったというか。馬技ダブル馬技やん。すごい。つなご、これからこれにつなご。馬風呂、相当馬風れるよこれから。これは5、4、3。すごいよ。泣いてます。馬技から馬技の大パンムーブ。さすがにこれからこれ打たれてこれでできたら大パンするんじゃ。ドルデッキ枚数あんの。まだ2パック目か。まあ結構早く復旧できてよかったです。浜地さん、リュウジさんはブムのイケボ枠、クーヤンには昭和微妙。リュウジさんイケボ枠、浜地さんイケボ枠。ほんまか。これ何、これいいやん。やっぱ飛行でしょう。でかい飛行は強いでしょう。リュウジ様はイケメン枠。いや、まさかね、パソコンが落ちるとは。どうもヒーターをつけたら落ちるんじゃないかっていうね。そんな熱いの、そんな弱いのみたいな。あ、ちなみに僕この間マネジメントしてないで働け。
この間ドラフト、ドラフトした時これと71の飛行入れたんですけど、見事に71だけ外に来たんで、一緒に入れたらダメですよ。決まったら気持ちいいかもしれないですけど、決まらないです。冷圧じゃなくて電圧が消えたのか。はい。このドラフトの強い色、もしくは秋タイプってもう決まったの？まあ、まあどうじゃないですか。枠にとらわれないから。青はやりたくないってよく聞きますね。緑がやっぱ強いんじゃないかって、単純にでかいんで。全然軽いアタックと取ってないのに、なんで俺はこんな即席ばっかり、ばっかりでもないか。青は弱い。青弱いですよね。もうあとは軽いアタックと。紛争が使いづらい。2マナ息を。2マナ息を取れっていうのを教わったんで。俺のしもちゃの人、エムラクールやけど、バンされたんちゃう。赤青のトーピンバラ湧くやつはめっちゃ強かった。霊気紛争で軽いファクト取らないとからで趣味ないんじゃ。一応予言のプリズムとかあるんで。バラルの巧み技は強いでしょ。バラルの講義は強いでしょ、そりゃ。これは強いでしょ。これ分かったらもう青、うん、マジでやばいっすよ。ほら、いました、セブンイレブン。スリードロー、スリードロー。セブンイレブン。いい気分。サンドロー。あれ？ゲームしてないやん。だから、あのね、マジック放送です。ここ、ビッグマジックの番組です。ゲーム扱ってません、多分。多分ゲーム扱ってないです。なので、マジックします。僕は三国志大戦を今すぐしに行きたいですが。青黒わしい枠が弱いってボーレルや放送で言ってた。こんばんは、お風呂上がりですか？ファミコンミニ攻略じゃなかったっけ？U字を横綱にしないの？申し訳程度のマジック要素。正直ファミコンにはうんざり。最近見始めた、棒読み、から、ファミコン放送だと思ってたよ。適当。なお先週先々週。龍二を横綱にするのは、どういうことやねん。なんで俺がマジックしたらみんなゲームやりたらんねん。どういうことや、それは。はい。冷静にピックを言ってくれる人がいたね、飛行って。お風呂上がりって何？ハマチさんが飛行に走ったってマジ？飛行には走ってません。飛ぶ方です。走らないよ。飛行です。飛びます。走る方ではないです。僕はいい子です。優等生です。相当優等生。マジック界でもなかなかの優等生よ。飛ぶんじゃなくてかっ飛ばす方だったってマジ？そう、飛行に走って飛ぶとかハマチ最低だな。クーヤンのファンやめるわ。クーヤンのファンは今すぐやめてください。飛行に走って薬で飛ぶの？飛びますって2回言って相当おっさんやな今コメントしたやつ。飛びます飛びますとか分からへんで。今期待でよかったんじゃん、取ったけど。日本をエンドにしてしまえ。ジャイグロを取ろうと思った。今俺ジャイグロ取ろうとしたけど、期待取らんの、意味ないクリーチャーだと思った。かっ飛ばせより頑張れは。期待ね、あん4万44やったとんねんけどね。あの機体どう強いの、どうなん、わかるかな、わかんねえだろうな。どうしたどうした、弱くはない弱くはない。何取ったっけ、やばいやばい、ちょっと待って、記憶が怪しくなった。今何、俺何取った、あれ流した時。勘は度胸、何でも試してみるもんか。今何取った、これ多分入らへんしな。2マナ券やったらいいかな。2マナ券やったら2マナ券でいい。
時々は町が生温かい反応するの結構辛い。青い匠技からの白匠技からの何が来るの？リングです。どやパシフィズムやで、こんなん。パシフィズム、パシフィズム。ゲロル、すごい。さすがに大パンでしょ、これこれこれ。わまち、これ2万入ってるしね。わまち、わまち。はい、どうしました？レベル2ジャッジもおすすめの氷漬け。あ、そうな。勝ったな。風呂入ってくる。お、やった。ジャイグル来た。シングルシングルマッチやからね、9回戦やるからね。風呂から帰ってきても絶対やってるよ、多分。1時間以上やる。このプールで遊べるってことでしょ。いいじゃん、いいじゃん。イラストよく覚えてないけど、もしかしてタッパーも取れてる？タッパー？タッパー取れてないですよ、多分。青攻撃短大で大パンライン行ってるでな。確かに。これ十分大パン。これマジで大パンするね。タッパー置いてないですね。あ、じゃあ軽いアーティフト取った話どこ行ったん？完全に焦った。じゃああれ青の器か。よ、お、2マナ1さんがある。赤みどの豚むちゃくちゃ強いね。なんか赤みどって色が人気ないからしらんけど。タッパーアーティファクト欲しい。タッパーアーティファクト欲しい。そら欲しいよ。初手あんの。なんドラフトだと初手じゃないか。シールドやとあんのむちゃくちゃ強いからね。何これ。変なおっさんでいた。分からんときに2万人届いたら大丈夫って言ってたから、みんな。ゴーグル装備かな。青匠技からチャンドラ出された。むちゃくちゃされてる。流れで差し入り見るのやめて。トウトウトウやばいって。インスタンそんな入ってないで。エネルギーもそんなたまらんで。期待。今度出張で関西行くんですが、ハレルヤ以外に良い店知ってます？ビッグマジックいい店ですよ。期待かな。チケ行こう。え、チケ、チケあった？やっぱヘリでしょ。男は黙ってヘリですよ。ビグナギクをご存じない。ビッグマジック、ブラックフロッグ。ブラックフロッグ PPTQ 全然受付してないけど。僕の家は店じゃないです。いや、普通にこれ取ろうとしたけど、これあるやん。止めてや、みんな、ちょっと。アンサンモンつけてるわ、じゃあ、これあるやん、これ。レガシー、チケあるはず。わらわら。そう、ビッグマジック。ね、CM 見てください。CM 流しましょうか。お、ラウンド流れてきた。でも軽いとこ欲しいな。亀ちゃん、亀ちゃんでもいいな。キラン、お父ちゃんがチケってま。もうわけわかんねえ。亀、トータス。亀ちゃんか。まあ、でもマーディオク欲しいしな。トータスでもいい。でも、これ、こいつら2マナ3インチと0入ってる時ってさ、意味わからんくない？リグマギクってでなるんですね。今度行きます。亀やろ。わかってないな。100円や。ここはもう鬼の100円ピック。金のデソリューションしよう。鬼の100円ピック。いけないわ。ないわ。ないわ。入った。カメちゃん。じゃあカメちゃん森ピックしたし、平気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 。冷静にカメ。バウンスはこれは、これ直やね。えねえ、チケチケ。どうしよっかな。2択3択。クリーチャー13。クリーチャーがいいか。亀にする。亀ちゃん。亀。これ何？アーティファクトか。アーティフィスト別か。がいたら、ゴーグル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 、交渉、結構おんの、みんなゴーグルやけど、
浜家さんの亀ちゃんっていい方かわいいでしょ。亀仙人なんでゴーグルのゴーグル酔わない。そんなおらんで、え、みんななんかゴーグルやん。なんでタフ上がるのが強い環境。そうなん。じゃあ断片か1マナファクトやぞ。あ、それ製造ができるってことね。なるほどね。そこにまで考えが及んでなかったこの俺。どうや。どうや。もう待ってきた待ってきた。野変にの攻撃ってまさか。セルボさんですわ。もしかして即席。今のはニオン。いや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 。チラッと見えたけど大丈夫。製造即席。大丈夫っす。ニオンやな。即席。え？取っちゃったもん。30もある。冷静にやばいの抜いてっか。まず当たらないツルー。まあまず外すであろうツルー。断片かな。3マナのファクトないな。いや、ありますよ、2マナあります。取ったもののいらんな。これもちょある。どうなってんの。断片かいらんかってっちゃ入ってるしな。それいらんの。もう4万以上はこれでいいでしょう。29。またそんなあんの。プライチバさん別にいらん。アジャクタもう1000円切ってて悲しいわ。いらんな。スペルの方がいいかな。6マナじゃなぁ。4マナ以下出せんのに4マナが弱いね。ちょっとそのやっぱり24の方が良かったね。バウンスか。攻めるデッキから出すミラン。あと2万円かなあかんの。何？2マナそんなにいらない。マナはいるでしょう。メイン断片か入れるとか思いますか。いや、ディッチ入っこっち入ってるんで、これがなかったら断片かメイン入れてましたね。やっぱインスタントの方がいいと思うんで、一番の方がいいんかな。ちょっと謎やけど、どっちかでいいと思う。こいつ浮いてるな。あと何枚抜く。あと2枚ですね。これもあるんで2枚ないけど置いときたいですね。ここちゃう。こいつこうちゃう。いや、これクリーチャー少ないな。諸事情でウツボ使ったことないんだけど、青やるならマスターピースだったりしますか。いや、別にマスターピースじゃないですよ。ただ、まあ、1枚ぐらい入れといてもいいと思います。僕はそんなに弱ってなるほどのカードではないです。体感今のところウツボと31。2枚もいらないのこんな。これでいくか。
メインいじれるんやね、後で。なあ、まあ、なんか足らんかったらまた後で。はい、よし、行こう。あ、ウツボとサイちゃん、抜くかって言ってくれてた。で、2マナ剣は抜きたくないですね。これはちょっと持ってこれないんで、いらないですけど。マスターピースってもだと比較的安くて助かります。どこかのビグマグシーさんも値段頑張ってほしいな。今日何回戦だっけ。今日は最大10回戦です。最大10回戦。マスターピースね、 MO だと安いですね。まあ現物化できないですからね。ビッグマジックさん、ビッグマジックさん頑張ってほしいよね。シチューにながら見よっと。あ、シチューにながら、もうどうぞどうぞごゆっくり、全然ゆっくりしてくれていいんで。ただあの9回戦あれなんで、1本なんで、まあ、実質9本か10本なんで。クヤーンの記事よかったって言っといて。あ、大丈夫です、伝えておきます。すごいね、あれ反響すごいですね。何見ても意味ない、あれは良かったって言ってます。あ、そういう、新しい記事出たのか。はい、30歳からのマジックの付き合い方みたいな。なんかちょっとページが出てる。クーヤンの放送はなんであんなに時間早いの？ちょっと僕に聞かれても分かんないんですけど、住んでる場所が住んでる場所なんで。タイトルだけでダメージ受けたんだが。そうですか。まあクーヤンも30代ですよ。やっぱり社畜には店出てスタンデッキ作ってってのは難しいです。これですね、マジックとの距離の測り方。30代既婚者がマジックと向き合う話。何やねん既婚者って、調子乗んなよな。独身じゃこっちは。30代独身じゃ。白歴伝しかわからんかった。白歴伝、リュウジ様が新2号引いてドヤ顔してるからぶん殴っといて。え、どこで殴れる？もう白歴伝。え、どっかで殴れる？クーヤンマジカスヤン。ほんま、クーヤン？ハマチ君人並みに結婚願望あったんやね。いやいや、あるある。静岡でリュウジ殴るコーナー作ろう。あり。マジックにこだわらない。俺たちの心の中で友人殴れる。これでもなんでクーヤンがこの記事書いたんやろね。もう俺、こういうの俺やろ。こういうの俺に回してもらわないとさ、俺の仕事なくなってまうやん。カテゴリーにも俺の名前ないしさ、なんかね、ちょっとね、妹が今年大学卒業して銀行窓口勤務ですが、ハマチさんどうですか？既婚者、没記事勝手にあげだれ。そう、世が世ならね、ほら俺のないんやで、中村周平とかさ、市川祐希とかくまえてるやがまだ、まあ、中村周平もそうか。もしかして、肩叩き。おいおい、俺は、なんで俺の記事は一体どこやったんねん。妹、非実在。おい、林翔也とかええから別に。読んでない。
俺の名前は、俺の名はマジでないやん。いじめられてるってか始まってない。始まってないな。始まる？逆に。それが不安やね。あ、プレイ押さな。しっかり。しっかりリーグやでこれ。8音ちゃうで。8音なくなったんやでも。ハマチ、お前、消えんのか？消えへんよ、消えへん。やめへんで。ハマちゃんはやめへんで。もう、君も始めて。はい、始めます。始めまして。藤本さんには組むがあるから。CM。ミラーマッチやね。ミラーマッチやね、ここまでは。え？これ交渉ちゃうの？あ、これ交渉か。島引いたらいいんか。すっか。これは、これは交渉だ。腕の違い見せてこ。ターンエンド。マジックミラーマッチ GO。 お、対戦土地ないよ。いいよ。両者互角の立ち上がり。土地あるよ。4号メナス強。4号メナスはやばい。マジックミラー号にエンジン始動打ったら何々になるのかな。すごいやんか。まずい。3マナのステップじゃないよね。アップキープ戦術戦かったね今。臭いね相当。6級とかちゃう。無言は33。そりゃ114,514点よ。円使いたがる感じなんかな。24飛行。いや24飛行にしてもこれが4号になるから、まあでも出さんわけにはいかんもんな。これでいくか。背景綺麗やな。背景？背景？星の王子様。ああ、これか。ダメージレースに一度してしまえば、あとは回避能力がものを言う。まあ、読んでは受けよう。2マナかかるしね。一回だけアップキープに見たけど、そっから一生アップキープ見えへんねんけど。エンドにも見んかったね、今。多分やけど。多分エンドにも見てないよね。でこのちっちゃいね、その壁紙一般販売しよう。その絵のカーテンがマジで欲しいから、ブム株製作部に行っといて。エネルギー大事なんでしょ。エネルギー、あの色でエネルギー大事って。蓄冷稲妻とか以外にあんの？神話レアのなんか2回殴れるやつがあるけど、はい、まあ、つけて殴る分には全然大丈夫ですね。伝承。伝承、あ、確かに伝承見たな。電車の音見た。2号。お、欧州かな。違うな。馬技チャンス到来。次は
次アンセムしよう。ちゃんと青マナ浮かせろよ。はい、 OK です。 OK ボス。これでエンドに引いてメインでアンセムしてドス恋です。ドスの恋です、ね、ユーコピー、ユーコピー、ミーコピー。何ユーコピーって。ユー、そういう外人助っ人みたいな言い方嫌い。即席カウンターの構え、ドス恋。外人助っ人みたいな言葉、俺何自分で何言ったかあんま覚えてないけど、俺が悪い？あんまり何言ったか覚えてないけど、俺が悪いの？なんか持ち時間10分しかない。何やお前、プラネテスを知らんのか。何プラネテスって。イフンやね。テイク。結婚しよう。洗いが悪いよ洗いが。交換しようか。ハマチ元気。なんか交換できるで。リングもあるし効果もできるで。ソーサリーやん。肉寿司行ってきた。肉寿司行ってきた。プリーズプリーズ。何と交換すんの。でもいらんくないどれも。リング出してしばいたらどうなんの。エネルギー5個あるんか。肉寿司、私とあなたの何かを。4体止めれる？ 4 点しか通れへん。で、チャンプアタックが2体。3体。2体か。1、2、3、4。やっぱ年齢層無駄に高いのな。1、2、3、5点通るんか。アンセムでいいやろ。アンセムして、アンセムしてもな、4人しか殴られへんやん。こうしかどつけんよねこれ。次殴れるか。なんかあんまアンセムする意味も。ハマチが36ぐらいやろ。魚醤パクるのか、うん、それも寒いしね。ハマチと同年代の人々が集まる放送。まあ4人は殴るか。この2体で殴るか。フルパンしてる？フルパンしたらどうなんの？1、2、3、4、5、6、1、2、3、4体。チャンプアタックが、チャンプアタックが2体か。22が2体死ぬ。で一体通る？いや、フルパン。フルパンしよう。みたいなもんや。分からへん。分からへんもん。分からへん。アタック。これマジックこうなったら終わりなんで。なんかバー買ってそうやからいいけど、よう分からんからアタックしたら大体負けるからみんな覚えときや。サクサクいかないと時間やばそう。で、あの一本しかないんで大丈夫ですよ。なんかこれ。結構入ったな。次のアタックで死ぬんちゃう？これならマインドロット食らっても大丈夫。33ね、ブロック。33ジャンプしたら。これアリーナ？これアリーナっす。おおむね勝ちでしょ、これは。よっぽど。プラ3とか言われん。プラ3、プラ3みたいな。アーティアクト7体とかやったら知らんけど。はい。ウィー、勝利勝利。続々どんどん行こうぜ。霊気紛争実行されたのね、はい、そして今やってるのはシングルマッチリーグです。9本選手、9本選手、違う違う違う、
7勝する4敗か7勝したら終わり。アリーナ、はい、アリーナって多分あれでしょ、ハーストーンのアリーナですか。あんまりなぜアリーナって言われてるのかよく分かんないですけど、姫ではないですよね、どう考えても。時間はね、そのね、ちいはまはスタンやってるの。はい、ちょっとやってます、ちょーっとやってます、ちょっと毛生えたぐらい、ほんのちょっとだけやってます。なんとかしょ、俺ピュアスピールパラディンとか持ってないんかな、なんか持ってそうな気がするんだけどな。リアルはね、ハマチはほんのちょっとだけ毛が生えてる、覚えた。これなな、マサルしないとうま味がないんだっけ。はい、あ、ゴマある、やったね。対戦相手現れへんけど、スラムくんも買わなきゃ。スラムくん、お、10チケすんのこれ、すごいな、バリテンション上がってきた。ウェルカムウェルカム、ハレルヤオープン記念大会スタンノブ優勝者はマチさんをご存じない。いつの話してんの。現実のスラム巡航ストームって面白いの。巡航ストーム、あ、巡航ストームっていうの、なんで巡航なの、宝船なんか入ってないでしょ。巡航、ああ巡航、なるほど。このカードね、見かけに反してシールドだと絶対強いんで、侮るなかれ。ちょ、見かけむちゃくちゃ遅いけどね、アラディン。この関係あんまマナフラ対策がないからシールドだとこういうカード絶対いるよね。結構強い、舐めてたらすぐ一ターンにすぐ才能があって止まるよ、止まらへん止まらへんってなるから。ピュアしている弱いバリスタ軍、冷静に強い。そう、一人回しはクソ楽しい、ほんまに。あ、これ僕は絶対いますね、大抵の2万22とかよりは優先して。すべての次元にエルドラージが攻めてくればマナフラ対策になるのにな。うん、デッキ重くなってよう分からんくなる。これブロックできへんよね。 その鳥くん強すぎてビビる、顧問の性能じゃない。これこれ何、登場さん、ボーマット白白がないが、負けたら終わりのシングル戦。いや違うんですよ、4回負けれます。でも 7-3 でいいんやろ。 7-3 って聞いたらいけるんじゃない、理由やし。早速あんやけどね、これこのターン乗られたら結構あんが、ほらどんだけやることない。4回負けられないでしょ、3回でしょ。それから7-3、7-3負け、7-3でいい。これ後手になるだけで厳しくない。後手になるだけで厳しくない、どういうこと。あー、まあそれはそうやね、1本しかないから。メインでエネルギー入れてる場合なんかな、そんなんしてたら負けちゃう。あ、でもクリーチャー引いて一応11引いたいんか。2-7-2でも引いたら交互が殴ってこれるから、まあまあ、これ白白されてたら勝つのにね。すぐして引かんようにしてるね。馬技打てなくて馬ぶれない。
じゃあ 6×2 でいこうか。戦術しよう。大丈夫、バラル攻撃けば絵はなし。リーチャー出しても良かったけどね。なんでイニスと次元の荒れ地ないんですか。馬技からの馬技みたい、ご存じない？ってよく言うブムの人って誰だっけ。終電、これ終電間に合う？終電間に合う。わっ、馬ぶられてる。馬ぶられてるよ。何出てくんの？リングやん。しかし時間もある。エムラクールは生物しか変容させないから、時が荒れ地になることはない。殴ってこんか。え、殴ってくんの？あ、そう寝かした。平地、平地、下じゃ下じゃ。アップキープ見る時間ある？1,2,3 あるな。ない。平地、平地、出ません。しっかり。チャンドラが裏もぐしたせいで荒れ地はもうすられないのか。しっかり。アイウィン。ん？怪しい。暗雲。それやったら大丈夫か。大丈夫やな、それやったら。死なん限りは。この流れさっき見たな。今度は次勝たなあかんからね。そろっぽよ。ん？次勝たなあかんねやったらこれでいいか。6点これでいいな。すごいサクサク進む。チャンドラが裏もぐ。あ、そうな。そういうあれ。シュー、サクサク進みますね。さすがシングルマッチ。スマホゲーみたいやな。先行。目指せ7-0。引く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 兵にしま。なんかドラフトどれやればええかわからん。普通にやるならあれじゃないですか。おもちさんストーリーとか読んでるんです。いや、僕ストーリー全くわかんないです。今ぐらい引くやろ。引く引く島ぐらい。島の方が多かったんちゃう？いた。捨てるカード、ま、
1にするか。今の1にしてたらでもアーティファクト全くない。えっか、勝ったな。風呂あれやばいんじゃん。やばないな。1草しかないのに引くやろ。チーブは怖い。これでこれでリング捨てよ。リングを捨てよ。リングをリング捨てて次トークン出してなんか交換しよう。何ができんの？これって前の84ドラフトより楽しい？いやそんなわけないですよ。84の方がいいです。84のドラフトはその実際のドラフトの練習にもなるので、実際のドラフトの練習にもなるので、これ別に他のタグの人と当たってるんでなんか別ゲーですね。まあシャドーバースの2ピックみたいなもんです。正直な話をすると、止まってるで。うん、止まってるな。動いた。なんか死んだ。じゃあ土地捨てようかな。だよね。実際俺はもうやってないからなんとも言い難いけど、面白そうには見えない。そうですね。まず一本勝負ってマジックじゃないですからね、言ってしまえば。起動せえへんの？さっきの劣化バリスタシールドで2枚あったけど2マナ液溢れて入れなかった。劣化バリスタ、劣化バリスタ、ウィザーズは何を目指しているのか。ハマチさん、今回のスタンは何組みたいです？ところでつむじ風製造機そこそこやばそうだけどもらわんでいいん？つむじ風製造、これですか？これこれどっち？これこれあれですよ、アーティファクトブロックできないんで大丈夫ですよ。あと4起動4マナなんで、こいつこいつリングしようかなと思ってます。大事なところ、これを起動しなかったのがちょっと気になりますけど。アーニマナ君いたんか。じゃあええわ。5点。気になるね、これ。何？バウンス？お、バウンス。やられた。やられたが。サックサック進むし、何か別ゲーだな。テクイ。2点。そんなやられてなかった。やられた。十チケ打たれた。これはやられました。これ私十チケ打たれてやられました。あ、これじゃいちいち止められるか。こうなってくるとちょっと辛いかな。2発も打たれると思わなかったな。十チケもするん。十チケ許されへん。交換するカード6なんないな。
これはがぜん殺意高まるやつ。投資銃付けもするんか。それ銃付けですよ。正気？正気？どこについてですか？ビグマギクではおいくらですか？ビグマギクおそらく700円ぐらいです。これ死んでない？ゴアトボットでは8チケで売れた。死んではないか。しばらくエンドするか。アーテアクトさえ引いたらいいんやな。あ、これ負けるかも。あそこのあれが効いたね。あそこのあの状況、グランプリ静岡の広告のお下げアフロが非常に気になる。バウンス状況が非常に効いたね。あ、なんかとんでもない出てきた。そして俺の土地しか引かない。あかんって。あいつだ、あいつはあかん。あいつはマジでまくられる。マジであかんな。相手何チケだよ、わらわら。そうマジ。いやこれ3チケ、これはあんましないですよ。3チケぐらいです。強さは30チケぐらいです。います今現状。こつら10チケに加えあれとか。ついにこっちも突破できるからいいだから。マジっちゃマジ。これでも収集手は殴れなくなったんで。フェータルプッシュ効いたな、さっきの。あれはでも読まれへんからな。もしかしたら俺が処理落ちしてる間に、パソコン落ちてる間に2体ブロックしとく。2体ブロックありやった。ライフレース壊れる。どうしよっかな。どうしよっかな。もつもないか。微妙。これかリークケア。いや、リークはケアする。リークはケアせんでいいと思うけどな。まあ別にお金もないかもか。これでもこれ渡さなあかんの結構つらいな。6なのなんてどうするんやろ。これもらう。これ止められんのか。つらいな。これもらわなあかんのか。つらいな結構。どれもどれパクっても辛いな。なんかこれも辛いしな。言うて。これがマシ？これついたら止まらん。ゼロと聞いて。これにしたらこれがやばいんか。これさえなかったらなまだ。現状これ止まってないじゃん。いや、これか。
りあえずこれか。戦術1とトークン出されるけど、ちょっとな。まだバンス持ってんの。危ないとこあったな。でもこれ負けですね。対戦相手デッキが強いというか、ぶん回ってきたというか。いや、まあ俺も序盤難しいな。フェータルプッシュが押し切れなかったから仕方なし。あのフェータルプッシュやっぱりな、あんこやしな。押し切れない萌え。枠井の嫁。前で打たれんかったし、プッシュ早もなし。チケでも勝敗でもいかれるハマチの図。そう、バレ死んでないこれ。大丈夫、3号チャンプしていけるか。タイザンって全くスピリンしてないんやね。何もなければ5点のはず。何？ああ。飛行が出てきたら辛いですな。もう辛かったけど。バウンスが結構。結構バウンスされたな。負けてしまった。まだ2、1、3回したら6、3でしょ。2、1、3回したら6、3やから、まあまあそれを踏まえれば、これを2回やったら6、3まではいけるから、それでまあ最後勝つか負けるか。まだ3分の1しか終わってないと考えると結構辛いねこれ。3分の1というか、あれやね、下手したら10分の3しか終わってないもんね。 30% しか終わってない。大勢でおるね、結構。かみちゃん、イエーイ。即席できるよ。抜群。じゃあそちゃうやん、あいつちゃうやん、遠くのせちゃうやん、できひんよ、失礼な。ひょっとしてシールドがいた。シールドいたかもしれないですね。これで一応にしとけ的な。青白に飽きてきた説はある。そう、デッキ変えたよね、井上くんやん。
土地いたらそっちにしよう。出たー、亀ちゃん。ビタ止まりやん。ビタ止まり。出たー、亀ちゃん。頑張れ、亀ちゃん。頑張れ、亀ちゃん。フライングは辛いぞ。引かないので途中引きに行きます。え、もう引いた？まだやんね。よし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 。え、もう持ってくんのないやん。怖っ。今引いてもたもんね。踏む。血管構築。亀だって甲羅からジェット噴射すれば空飛べるやろ。タートルズ飛んでるし。あ、そこ持つんだっけ。はい、く。あ、違う違う違う、危な。原因した原因した。いいか。やめとこ。三体番近いんかな。お。なんかでもうその高ないか。で、これ何があったらプライチな。プライチとされてるんやじゃ。じゃあ、講義言って、任務しよう。ここで咲くの？すごいね、ナップキープに咲くったのに。場は五分ですね、完全に。お互い殴れない。まあでもこっちカード引けるので。平和な盤面。引いた。引いたけどって感じだね。引いたけど9点入る、9点入るけどみたいなね。こいつバウンスしてなあかんか。こいつ殺して、なんか死んだ。あ、エースが、うちのエースが。あれ辛いな。ネギ6個あるもんね。ライフもないし、バウンスするか。これ原因する？原因3、何点入る？ 4、5、7点、5点。原因されてもいいか。
こいつ戻してリング回収して出すか。3-3みたいでどうつくか。そうするか。全部行こう。全部行こう。22だけ止められてもまあなんとかなるやろ。ん？これダブストやん。ダブストやん。ちゃんとしようや。お、まさかビビってくれる？ちょっと待って、ダブストは気づいてなかったって。スルーしよう。止めるな、そりゃ。そりゃ止めるわ。そりゃ止めるわ。ダブストかよ。言うといてや、そういうことは。いけるか。3を通すか。3を通すか。無音になってるけど大丈夫この放送。でランドしか引かへんの？どうなってんの？前のターンでよかったな。あれ、10回あった。ここ見入ってるのか。はい、はい、ってこと引かれ、何これ何これ、 5-1 ファスト負けですな。これ負けやね、負けやね、飛んでるな、負けやな。あかん、あれよあれよと負けてく。
あれよあれよと負けてくね。つらい。2-2万。22やで22。みんな土地しかなかった、引かなかったからコメントすることもなかったね。これ違うな、やっぱりシングルは違うぞ。舐めてたらいかれるぞ、シングルはあっさり。してアタックなわけないか。これクリえクリーチャー飛ぶやん、むちゃくちゃする。卑怯。やっていいことと悪いことがある。それはさっき殴ってからじゃないの。2枚あるし1枚使っちゃえ的な。待たせてきた。なんで前と同じバールに熟練、あ、間違えた。間違えたからに引くか。間違えたなぁ。ええわ。つらいなぁ。相手1万のアテクトしか入ってないよ。止め相手ジーコットルやん。そうっすね。本来めちゃめちゃ即席するデッキなんやろな。そうでしょうね、構成としては。デッキのコンセプトとしてはそうでしょうね、多分。即席デイモン入ってる予感。回収した。土地16とか15、あ、なんで引いた。少ないんじゃん。5回殴ろう。接してブロックしたい。ガンダイキアテクトちょっと少ないね。いつも交換元に困ってる気がする。てかね、もうこのデッキ飽きてきたね。5試合目やからね。5本目と考えたら別にあれやねんけど、なんかな相手これ名前言ってんの。
ランドも知らん、4枚4枚並んでるし。これ何だったっけ、回収、死んだらアーティファクト回収。すごいね、なんかストームしてそう、ストームっていうかなんか無限に循環しそう。確かにデーモン入ってそうやね、全然ありえる。相手の人もね、あのさっき殴ったらいいのにね、昼に頼るから絶対通るけど、赤ボムもあるしね。どこに戻んの、ハンド、あ、ボムがある、危ない危ない、1にブロックするかと思ったけど普通にボムがあった。さあライン負けんじゃんこれ。パンで死ぬから、死ぬからパッと見は負けてるよね。次殴られんし、パンプパンプアタックしてきたら。ま、これも多分負けちゃうかな。事故ってる相手に勝ち切られんかったもんね。辛いね、ちょっと。アートヤクト引いたら。呪われてるもんね、完全に。10枚目でしょ。これじゃな、これじゃ勝てんわな。さっきからこんなんばっかりやね。最初ランド止まってなかったっけ、なんかやられてる感じがする。どうした、死ぬ、ヒョン、ハマチくん、こんばんは。こんばんは。1,2,3,4,5,6,7 死ぬ、死ぬけど、ここブロックしても 1,2,3,4,5 点2個けど、勝ち手段がないから、死ぬけど、死ぬけどここブロックしてブラフで耐えるか。そうするか。これじゃ何引いても負けるしな。なんで宇治ノップ得意かなかったの。僕大阪で BB ディグ出てました。え、これグリちゃんも回収できるの。ん、これなんでか、ん、これなんで反応に変えてったん。あ、ちゃうわ、別物か、別物や。どうやって負けてるかな。あっさり3杯目ですわ。大阪でもあったんか。はい、大阪でもありました。これでもブロッカー足りてないね。なんじゃこのゲーム。一回事故ったら終わりやからね、一本勝負やから。こんなマナフラしたらあかんよ。きっちり5-6で止めな、マナは。10も引いたらあかんよ。不要主義。あ、これなんか
次負けたらもう終わりでしょ。2勝でフィニッシュ。このゲーム、この形式一生やらんのちゃうかな。そんな気がする。まずね、回数が多いよね。眠いの？ 9って眠いですよ。だれてきたね。ちょっとつらい。このデッキを回すのがつらいし、このフォーマットもつらい。あれ、俺流したら2K ちゃうの？ちょっとモミールと2面したら楽しいよ。さすがに放送で2面はね、むちゃくちゃするやん。なんでみんなあれ持ってんねん。何やねんほんま。はい、これ1回 12K ですね。なんでみんなあれ持ってんねん。何やねん一体。お、引いた構築かな。びっくりしたほんま。これ楽しい？いや楽しない。暴れてるよ。あれ顧問やから。あれ顧問？なんやこれ一体。みんな出てくるよね、あのカード。今日に配率 100% やもんね、今のところ。あかーん。くっ。これ楽しくないから、ハマチさんの放送はご飯が進む。う助けてくれ。キューブしよう。あかん、むちゃくちゃされてる。ヘビ。まだ猿食べてないから致命傷で済んでる。猿？十日気払ってやるゲームではなさそう。そう、キューブってもうないんじゃない？終わったでしょ多分。おっ、ワン、ツー、スリー。意味ないか。でもヘビ除去りたいよな。バウン戻しても何も来ないやん。あ、猿おったわ。しょうもな。十日気払って相手にボコボコにされる遊び。ご飯がまずくなった。いや何も起こらんやん。見て、ヘビ出してからじゃなくて？なめくか？勝負はこれから。つらい、捕食された。つらい。10点3。つらい、つらいよ、つらいよ。楽しそう。ファミコンはよ。
でる？生きてる？10でしょ？ 10？ 10って死んでない絶対。10点。10やもんね。3、4、5、6、7、4、5、5、10。これでやれる。なんやねんこのゲームよ。めちゃくちゃやんけ。どんなバーやねんこれ。じゃあ場で死んでるやんこれ。ええわ。はい、終わりました。24でした。24でした。いや別に飛行取っても負けてるよ。だんな無茶苦茶されたね。なんかびっくりした。いや面白くなかった。びっくりしたね。二度とやるまいところに誓った。ちょっとピックだけしようか。商品もらえてハッピー。ちょっと腹立つんでピックします。これまさか俺またやらされんじゃん。ハマチくんカラオケで何歌うん。結構何でも歌いますよ。力士ユージ育てる。力士育てません。アジカン。アジカンも歌います。もう腹立つんで私ドラフトします。カラオケ行こうよ。カラオケ行きたいね。今の何ほんまに。本人公認ってマジ。そんな話はちょっと置いとく。かく乱してくださいって言われたよ。ファミコンミニを見に静岡でオフ会？カラオケ静岡でオフ会はありません。リュージオフとかまたせえへんのかな。一回リュージオフに行こうとしたら全然違う位置情報。そういえばハマユーシリーズってどうなったの。打ち切りです。ハマユーシリーズ打ち切りです。人気もなかったので打ち切りです。一回リュージオフ会来ますってやって行ったら、ね、ブームメンバーでカラオケ配信やって。全然やりたいよ俺は。イワショーカードナードってリュージガメ。ユージゲームズホムユーシリーズ。お、来た来た。パラドックスエンジン44。いや初日の神話レアちゃう。やっぱりここはこんにちは、神話レアでしょ。エンジン使ったデッキなんか思いつきました。考えてもないわ。腹ね、エンジン難聴。パラドックス、パラドックスエンジン、バイング4。誰や暴走急行とか言ったやつ。エンジンやエンジン、そんなもん、そんなもんエンジンに決まってるでしょ。秒エンジンや、もうエンジンが考えられへんわ。これはうん、鍋やっぱ鍋やな。43。
ヨンさん、ヨンさんな、青に行きたくないだよね。とにかく。パシフィズム。鍋か。青はね、避けたい。青はね、極力避けたい。ほら、白。いいやん、白。パリーやパリー。3マナ3人、3マナ3人強いよね、多分。これも強いしね。リミテッドが欲しいんかっていう。セブンイレブン。困った時は2マナ券取っとけばいいって教わったんで。とりあえず2マナ券を集めろっていうのは言われてるんで、2マナ券集めます。ローリー式。そうですね、詳しいですね。ローリーさん、先週また来週っつって帰ってたけど、今日はええわって言ってました。ここだけの話。適当、今日はええわ。適当適当。来てへんやん、草。またそのうち来てくれるんで、多分。まあね、プロツア言うてね、プロツア1週間前なんで、こんなところで遊んでる場合ではないと思うんですよ。みんなの心の中に。はい。これ強いですよね、これ。さっきストーブつけたらヒューズ飛んでね。パソコンが切れて配信が途切れたんですよ。でそれでさっき放送が中断して、いきなり開始5分ぐらいで。そうはね、よく考えたらあのドラフトなんてか飛んでたんやね。なんてか分からへんけど、数分、3分ぐらい止まったんかな。なんか森とか撮ってたもんね。びっくりしたね。ストーブ切ったらヒューズが飛ぶんで、つけないでくださいって言われ。この寒い中、暖房もなしでやってるんですよ、僕は。そこのところを査定に入れて評価していただきたい。年俸に。年俸に。青いカードしか残ってないやん。これ普通のやったっけ？沼。沼。まあ、言い間違いに気づくハマチ、賢い。いや、アホやと思われたらさ、いやいや、やっぱり年俸って言った今みたいな、ポーやでポーみたいな。でん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 、あんなんもうほっとったりやと思うけどね。うんぬんでしょ。でん、麻雀じゃないんやから。まあな、クリあんこ、あんこ、あんこなかった。4マナ兄さん、4マナ、4マナ兄さんってあんこやったっけ。警戒クリ、マナクリ、マナクリ、マナクリ強いよね。アルビダの号令ってシップと守護どっちが先に出る？守護ちゃうかな。守護な気がするな。守護。守護が左に出てる気がする。そっか、じゃあ負けや。いや、やってみたら。左守護、思いの取りたい。
負けないやったらやってみたら、とりあえず。もしかして逆かもしれんし、重いのと、そう、重いの取りたいね。これ好きなんやけど、セッシ君、スーパーチフスネズミ。そう、これリーグってあれかカットしてもしゃあないんか。なんでこんな流れてくんのかと思ったら、ちょっとサイドボード強くした方がいいよね。8音返してくれ。8音じゃなくてもいいから、タクのやつとマジックさせてくれ。これでもね、そんなにお前ら文句言うんやったらグランプリの2日もランダムで当てますとか言い出すかもしれんからねそう言われたらもうね、好むとぐ楽しい。リーグ様相手の除去が思ったよりぬるくて勝てました。順番はハマチさんが合ってました。あ、そうなんですねシャドバしながら、僕もシャドバしたいな。あ、僕あれ当たったんで、うんにゃらかんにゃら、うんにゃらかんにゃら西日本予選当たったんで、なくなって久しいけど、今8マイナス4ないよ。8音もないし、4322ないんすよ。このレアやったらこっち取らへん。ノーヒント、ノーヒント。そう、いやいや、暴走急行でしょ。暴走帰ってきた。帰ってきたわけじゃないけど、さっき取らなかったのに存在価値が。いや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 、セリング 1.5 のレアと暴走急行で、やっぱ期待値を考えて暴走急行やろ。菜の花暴走急行。え、こんなん高いんちゃう？暴走急行こんなん高いんちゃうって真っ先に言うことはそれかいって感じだけどね。ええやん。どんだけどんだけ癒しよとかね。もう見たくない見たくない。レアホイール抜けかな。合ってる？違うな。合ってる？インダストリーから合ってるんですけど。え、バイング 3.9 やん。取る取る。呼んでほしい呼んでほしい。真鍮の都やん。いやしい。なんとでも言え。わいはそういう男や。パシ。できてんちゃう、しかも。これ何？アーティアクトがないと。鍋やん。平和鍋。あ、そう、さっきの続きなんですけど。8音がなくなっ、8音も432にもなくなって、今リーグしかなくて、対戦相手がランダムなんですよ。だから別にカットしようがカットされようがそいつらには当たらないみたいな。なんやねんみたいな、何のゲームやねんみたいな。誰が嬉しいねんそれみたいなね。誰も嬉しないわいう話ですね。あんまり言うとフロント批判で飛ばされるんで。リーグ不評よね。リーグ不評よ。つまらんつまらん。本当なん、通過無得終わりそう。そう、これ2マナ、マナクリ2枚取ってるやっぱ。そういえばそれについての公式声明というか釈明のようなものはないの？ね、この間なぜ君たちはドラフトをしないんだいって言ってツイートをしてました。外人にはリーグ人気らしいので練習にならんな。練習、グランプリの練習とかにはならないですね。全く1ミリもならないです。1ミリはなるかもしれないです。あれ、フロ上がったらピックってことは4敗したん。リーグならシールドだよね。4敗してないし、ドロップした。うん、そうそう、4敗なんかしてない、やってない。それマジ？お得頭はいてるのか。そう、なんかほんまになんかすごいよね。84してたやつらは今何をしてるんだみたいなこと言ってたからねリミテッドおろそかにしたらあかんやろ。そう、
8音じゃなくてもいいよね。ドラフトっていうゲームを作り出したいから、そのルール通りやらせてほしい。社長変わってから瞑想続きよな。さすがに3枚目のマナクルいらないので、もうこういうカードあったらね。ドラフト人気なかったみたいだからね、わら。新社長か、笑いが悪い。いや、マナクル2枚取ってるんで、あんまり入れすぎたら初手ランド4枚とマナクリ3枚とかいう嫌がらせみたいなハンドでキープするのダメになるんで、それも土地7と一緒なんで。このカードやっぱそんな強ないんからね、ぐるぐる回ってるね。このカード面小体構造と相性いいんやろ、聞いたで。それはそういうことだけは知ってるで。あんまり詳しくないんだが、大会でもこの形式なの？いや、大会は違います。大会は普通に同じ宅の人と3回当たります。タッチできるかな。とりあえず取っとくか。これでいいか別に。全部犬井匠ってやつのせいなんだぜ。誰？じゃあなんでこんなのやってんの？これしかないんですよ。今 MO でドラフトするにはこの形式しかないんです。なぜウィザーズがこれだけにしたかは僕は知らないです。僕が聞きたい。チャーンドラ、チャーンドラ。いや、サヒーリでもいいな。贅沢は言わんから。モノドラフトも破壊されてしまった。なんでこんな形式作ったの？ハマチさん、普段どこのスリーブ使ってんの？僕はあれです。僕は普段ビッグマジックのスリーブばっかり使ってるんで。犬井匠って仮面ライダー？そうなんや。チャーンドラ、チャーンドラ。 I want チャンドラ。サヒリでもいいよ。ドビンはユルさん。デパラか。デパラ自体は好きやけどね。いらないんだな。エネルギーは、エネルギー全然たまらない。あんこたまるか。あんこ、あんこ。チャンドラ流れてこい。産業の塔を流してきてくれたのは下茶やな。ブイダルケンおじさんってもだと安いの？サヒ入りの何度かが来てほしかった。ブイダルケンおじさんって誰？何これ？渋滞？違うな。これはやばい。知ってるぞこれ。これなんか10枚目くるやつか。このエクスパンションだな。あらだら。これやばいな。なんもないやん。ジャイクロにしよう。ほんまになんもないやん。バビンボーン。急行に乗らないの？急行はいいかな。ちょっと登場4はいないやね。3でも、3でギリギリ入れたい。4以上あんまり入れたくないかな。なんせもうパッと見たらわかるけどね、一人でパワー4のやつおらんからね今。おお、よし来た。イエーイ。いいよ。組んじゃうか、デッキ。急行レイマイナス3容器。デッキ組んじゃうか。期待ってスペル枠で考えてます？一応スペル枠で考えてますね。MO はどっち換算になってんねやろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10。MO もスペル枠ですね、ちゃんと。ワンパンマンいける。ワンパンマンいける？行こうか。じゃあレアやし絶対こっちの方が強くない？飛行4万だけにしょ。ワンパンマンいらない。別にいかんでいい。いける。いけない。いかへん。
三万に五万三に五万三でいいか。急行アゲイン。これ入れたい。急行三回目でまた来たよ。鳥かきつね。とりあえずこれにするか。エネルギー。いける。勝てるとは言ってない。エネルギー。エネルギー増えるけどね。プライチカウンター置くカードがいいな。青タッチできる？いや、今のとこ無理ですね。多分無理だと思います。アーミドランドとか流れてきたら考えますけど。おおむねできないですね。ランドが3行の塔しかないんで。このだけランパンってないんかな。ワンパンマンに備えこれだけ取っとくか。ちょ、4万2あるやん。4万2あるやん。いらん。今何枚？今23です。まあちょうど、まあこれはもう好きじゃないんで、これは他のカードに変えたいですね。ただ大したカードが一周とは思えないので、これで完成じゃないかなと思います。クリーチャーが多いんで、ちょっとこれを変えるかもしれないです。リーチャーが多すぎたんで、サイドボット取っとくか。多すぎたのでこれにします。クリーチャー16できた位置ちょっと多い。レアちゃん回ってくるから煽らんの。いやいや、あ、いてないんじゃないですか。7マナ5、6回ってたんで。マルチも青絡みめっちゃ見たね。青黒見たし、青白見たし、青緑見たし。青赤ももしかしたら見てたんかもしれない。ちょっと記憶にないけど。急行来ましたよ、急行。もう一回来ましたよ。勢力は2回見たね。これ243ですね。羊どこ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 、プレイ押してくださいね。学びましたので、私プレイを84の感覚で待ってても何も起こらないですね。でもさっきなんかあのチャッツ笑さっきウィザーズが賢いな、なぜこの形式のドラフトにしたんかって言われても、ちょっと僕は分かんないですけどね。なんで外国人気あるんですかね、理由。ガッタイシャイBBDQ あるからスタンしたいけど、かかってこい。ウィザーズガの頭がおかしくなった。それはまあ僕の口から言えないので。誰がだ、マジで誰が求めててんって感じだけどね。いいのか悪いのか置いといて、僕はこれが勝てるの。向こうのプロプレイヤーなんか言ってないの？どうなんでしょうね。言ってるんですか。日本のプロプレイヤーは言ってますけど。でも君たちはドラフトしないんだい？
とか吐かしてるんでしょ。ムトグ潰れたらビッグマジック潰れるの。カジュアル勢からしたら 8-4 はきついんじゃね。いやだからその 4-2-1-1 とかスイスとかでいいんですよ。別にそれでいいんですよ。何も8-4にこだわることがなくて。何も8-4にこだわることじゃなくて、なぜ同じタコの人のドラフトができないのかっていう。ビッグユギオハに店名変わります。ムトグ潰れたらプロが店員になるんか。誰が買い物すんねんそれ。何相手に何を売んねんそれは。遊戯王とかあるから平気やで。プラ1プラ3強っ。無飛ぶなくなったら友人にレジ打ってもらえるってマジ。今のうちに遊戯王も勉強しとこう。わこドラフト、遊戯王ってインフレの極みに達してるんでしょ。そうなんですか。ルール変わるんでしょ。なんかライフが12000になるって聞いたけど、ライフ12000だったら昔のカラフト絶対使われへんよね。遊戯はライフ12000になるから気をつけて。ちょっと遊戯やったことないからルールが分からへん。遊戯王はフォーマットがヴィンテージしかない感じだから。マナクイがおらんくなってる。ムトグもライフ1200くらいにしない。なんでや強欲なツボ使われへんやろ。アニメの3倍か。5パンで終わらす。昔アニメライフ2000だったし。へえ。マジックのライフが30になりますけど、もう終わりやろね。2000でも平気でワンキルできそう。むちゃくちゃされた今まさか。ルール変わるはぐさ。割とむちゃくちゃ。割とむちゃくちゃされたよね今。4対4。マジックもルール変わってるからセーフ。今先手1ターン目でロックかけてどうぞってゲームだな遊戯王は。てるよライフ。いいよ。どうでもいいけど初期ループが変わっても厳密にはルールには変わってないよね。ヤタガラスやん知ってる。そんなエネルギーあった俺。ヤタガラスとは。日本代表ユニについてるあれやで。あ、そう知ってる。サッカーや。飛行何種類見た。まずクリーチャー2体しか見てないな。トークン出さないの。白やし相手呼ばない。いや、弾道止まってたんで最初の。打たれてるカード別にプライオンプライオン以外はまあまあそんなに。そのままでいいやろ。これ入れるかどうかですね。飛行もうちょっと入ってそうなんで入れてもいいですけど。あ、おしろとかなら絶対入れるんですけどね。まあ見通し到達、うん、これ何新ドラフト。これはい新環境ドラフトです。
紛争ドラフトです。8-4 もうないんだっけ。84も4322もスイスもないです。スイスはあるかもしれないけど、あの全部リーグですね。時間あるうちに、まあ確かに、ま、なんていうの、待たんでいいっていうのはいいけどさ、そのドラフト次のラウンドの合間までの数十分は減るけど、遊戯王なんてずっとインフレの極みなんだよな。国があらへんよな。グプとかの練習にならないですね。ブロックブロック、全くならないですね。はい、ブロックブロック、ジャイグル楽にプレイできるのはいいけど、ドラフトする意味が薄いよね。スタンやらんの？チケ増える？あ、俺がやろうとしてたことやってきやがったこいつ。インフレがなんだマジックだって負けないぞ。ジュアランの値段ほか、相打ちだと紛争も辞さない。相打ちからの紛争はね、なあレア出てきた。誰や対戦相手のデッキワーとかやったやつは、ほんま怒ってる。めちゃ怒ってる。これ何登場1 44。俺怒ってる。物変更、お金使う人はリーグドラフトガンガンするけど、上昇税や老害が文句言ってる感じ、めちゃくちゃ、わら。ヤノレアやばすぎ。弱しも十分やばい。いやいや、これすごいサイズが上がったらやばいけど、まあ、あるか、上がるけど、何度も一番引いたらいきなり逆転しそう。これが死んだらもうほぼ結構辛いね。死んだ。あ、殴ってこなかった、ラッキー。これ殴ってくるってこと、どうブロックしようか考えてたのに。これワンチャンあるな。全然眩しくて目が見えなくても乗り物には乗れる不思議。おかわり。体が覚えてるんやで。いてもたれ、いてもたれ。まあ、まっすぐ進むだけだから多少はね。いてもたれ、いてもたれ。ブロックブロックじゃい。エネルギー吸われるパターンやで。緑白くん場に戻せるのやばいな。相当やばい。
じじいちゃいまっか。あんだけ文句言いましたけど勝利しました。まあ、スペル全然言いてないからね。その乗り物強い。4枚しか打たれてないから勝ったな。フロ相当ラウンド引かれてたね。多分ラッキー、相当スペルやったし。撃破、まず一通り。リーグって1万人も入んねんな。2勝したらパックが返ってくると。3パックとか150プレイポイントか、そのただか。30したら倍になって。じゃあチェスト無効か。いや、チェストないです。チェストはないですね。買ってもチェストはもらえないですか、リミテッドは。チェストボブ、ボブたかしさんやん。なんかビックスに似たような名前あるけど、別人。ボブたかし似てるけど、動けるけど、クリちゃんおれへん。ボブさん、まあ、ボブさんです。愛の冒険はこれでおしまいですわ。クリーチャーいたやん。じゃ、いたけど、いたけど違うやん、森なかったし。これや、手か初手が一番強いんだが、初手キープで別に良かったと思うんだけど。いやいや、僕あのハンド嫌いやわ。え、何？これどういう試合？なんで相手いきなりディスカウトついたんやろ。相手に舐められてる。これ何のゲーム？何のゲーム？舐められてる。チャットとか飛んできたりしてる実は。僕ですみたいな。できてないな。相手に付録してたかな。ドスコイ。ひえ。おお、怖い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 。もうあかん、気持ちよくされるもん。あかんあかん、もう怖いわ。ムタブって感じのバヤナ。あー怖かった。アグレッシブハマチ。あー怖かった。怖いもん見た、ほんま。さあ気を取り直して、まあゲームのせいだと思ってね、切り替えていったらいいだけなんで。素直に気持ちを。ハマチは1戦目遊ぶからな。いや、まあ、ゲームのせいや、デッキリスト間違えたみたいな感じやん。でもな、森があれば全然行くんやけどな。病、あんま覚えてないけど、森があったら病キープやった気がする。よし、リベンジ。なんなんこれ、でこんそんな重かったっけ。舐めてる。これは上か、ドブンしよう。さばかれたら、1枚でもさばかれたら負けみたいな。1音やんけ、なんやねんマジで。
敗退負け。あーマジ、うん、まあいいか。クイズは出し忘れたけど、見たってこのバーさっき。遊ばれてますね。ブアンピーちゃんの負け負け。負け負け、もうカードないもん。ハマチーちゃんの負け負け。わらわら。何こいつ、カウンター増やさなあかんの？いや、そんなことないですよ。せっかくやから増やしてあげたわけです。召し上がれ。おう、使わんかった。ありがとうございました。本日の放送はこれをもちまして終了とさせていただきます。むちゃくちゃやん。なんかね、まあええか別に。ええけど別に。じゃあファミコンしようか。いやいや、消えてない、消えてない。さすがにこんなんで消えたらね、マジックやってられへんよ。もっと辛いこといっぱいあるから、ほんまに。おもろいこともあるけど、13.078K 上がってんねんけど。何、上がり続けてる。怖っ、このゲーム怖っ。じゃあ龍二絡みの辛い話して。辛い話？ 0.67 って倍になってるやん。え、バリスタ20いってるし。怖っ、むちゃくちゃ怖いこのゲーム。何、怖さしかない。これ3チケないね。これ3チケないや。うーん、 1.63 下がってる。 1.63 だったら2枚ぐらい買っとくかな。お買い物。335は強いと思うんだけど評価低いな。キランハート止まるねんで。そう、33かなり強いと思うんだけどね。ちょっとスタンダードもやっていかんとダメですね。てかカードが、うん、全然ないな。彼自身のカード結構あるんやけどね。チケットも20しかない。カラレシ47パックもあるけど、絶対安いやん。泣いてまうやつある多分。カラレシ2チケ、セリング2チケ、泣いてまう。そういえば結局アブアシンは4枚になったんだろうか。アブアシン4枚ありますよ。あの、4枚目、放送で引いたんじゃないですか、確か。確か4枚目のアブアシン、僕、この放送で引いたと思います。ありがとうございます。放送でなんか
SI、iOS ちゃうわ。SOI がセリング 1.13 やから、向こうぜって言ったら、なんか3パックぐらいであっさり出たよね、確か。3パック、3パックそんな、もっと見たかな。なんか、全部開けよ。スッと出てきた。いやいや、いらん。いらんし、カルデシのレア大体持ってるし、使えそうなところ。これ俺上がる、上がる枠やってんけどね。全然上がらんね。強いと思ったけどね。そういうゲームじゃないよね、もうマジックって今。6マナ。その運があればリシャポ引けるからマスクス向こう。マスクスね。マスクここに6パックあんのがまた怖いよね。コレクションしてるから今。マスクスのバッグって結構買おうと思ったら高かった気がする。セリングで言うと相当高いんちゃう、マスクスのバッグ。パックス。ブースターズ。見つからへん。マスターズエディション。モダンマスターズ、モーニングザイ、ミラディン。何やったっけ？名前が分からへん。メルガディアンマスカレードブロックないねんけど。テンペストリマスターとかあんねんけど。メルガディアンマスクスないぞ。マスカレードサイクルとかそういう感じで昔は呼ばれてたよね。マスカレードサイクルですね、あれは。サイクルは値段調べようと思ったらないっていう。結構高かったと思うけど。モダンマスターズ12K。モダン、うん、まあいいや。あとは16チケ。さあじゃあまあそろそろ終わるか。ドラフト2回やったし、フルやったけど。来週はスタンダード、プロツアーは終わってないか。プロツアー前か。来週はスタンダードかな。デッキがあれば。スタンダードか、まあまたドラフトか。アメガンミニか。カラオケ配信か。三国志大戦4か。なんだってやってやるよ。やっぱりファミコンミニじゃないか。ぼかしたのにな。ぼかしたのにあかんかったか。三国志やろう。三国志どうやって映すねんって感じだけどね。スタンに期待。アンケート取って決められた霊気紛争の神話レアを軸にデッキ作ろう。いや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 、あんまりそういう遊びは。だってパラドックスエンジンとか選んでくるやん。ライフ20点の天使とか選んでくるやん。でコンシードしたらどうなるんですかって、コンシードさせて負けですとか言われるやん。デジーデイデ。デジー？デジー？テジパラドックスならまだマシやぞ。稲妻かけやぞ。いやいやいや、俺走るよ稲妻かけと一緒に。シュッてダック。はい、すいません、嘘です。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。良いお年を。また来週。